ちらはネクスコ東日本です。午後5時20分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松川線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで4キロほど渋滞しています。その他、この付近の高速道路では交通に支障となる事故や渋滞の情報は入っていません。インターチェンジの出口付近や料金所の手前などでは車の流れが悪くなり渋滞することがあります。渋滞を見つけたらハザードランプで後続車に合図を送りながらゆっくり減速して安全に渋滞の列に入りましょう。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。